ずいぶん広く使うね。そうですね、だいぶね、はい、広く使ってます。ちょっと日記、はい、パッと開いたところだけ見ていいですか？いや、字は読めるから。一つの道を極めないとダメだみたいな風潮がすごい嫌で、いろんなことやればいいじゃんと思うんですよ。そんなことやってると、お前何がしたいんだよってすごい言われるの。あ、ちょっと、ルカちゃん、さあ始まりましたロンズチャンネルですが、今日はですねお宅訪問ですね。久々の会ってみたいなと思ってた YouTuber の方なんですけど、のがチャンネルののがちゃんです。これ映像クリエイターの明石さんにこういう人がいて今注目を浴びてますよっていうのを聞いてチャンネル見るようになって、ああなんか体動かしたいな、動かしたいけど続かないな、のがちゃんが教えてくれたらいいのにな、のがちゃんが教えてくれたら俺毎日できそうだなと思って、でダメ元でのがちゃんにコンタクト取ったら撮影が OK になったんですよね。で家も見せてくれるってことで今日は自宅の今目の前にいます。じゃ早速自宅訪問から行きたいと思います。私ももう大人になりましたから、ね、昔はガサ入れつって浮気調査でね部屋に上がり込んでますけども、今はもう一般の大人ですから紳士的にね。6時間、人によって座るよ。何のために置いてんの？可愛くて満足しました。何？シャンプーなの？ちょっと本当に何もない。恥ずかしいな。何もない。寝室もいいんですか？あ、あ、ここの照明もあれじゃん。あ、そうなんです。あ、じゃあ映るんだ。映りますね。ずいぶん広く使うね。そうですね、だいぶね、はい、広く使ってます。うん、またここにもタブレットあるよ。アレクサ、あ、朝の目覚ましとか夜ちょっと音楽流したりとか、うん、これすごいお気に入りの電気なんですけど、あ、欲しい。外してどっか置いたりもできるんですよ。これ持って移動もできるんだね。こう移動もできますね。アマゾンで売ってる？アマゾンなら何でもあるからあるんじゃないですか。だから災害時の時にそれ持っていけるってことですよ。充電してるから。あとは結構5年日記を去年から始めてサボりつつなんですけど、なんとか2年目に突入して。5年日記？そうです。5年間、5年間毎日書くような日記。え、ここで書いてんの？ここで、そうですね、書いて、ペンとか Kindle とか。そのメガネはメガネするの？あ、メガネ、そうなんです。私今裸眼なんですけど、あんまり視力、まあ、悪くもないですけど良くもないみたいな感じで。いいですか、書けても。普通ですよね。ああ、なんか知的なね、感じしますね。はい。じゃあ夜はメガネかけて日記書いてんだ。そうですね、あ、メガネはまあ一応ここに置いてるだけで夜はあんま書けないんですけど、枕用のフレグランス。枕用フレグランス、最近お気に入りのミグズヤードの、あのルームフレグランスとか、ここら辺に置いて。あとはなんかパロサントっていう香木を炊くこともあります。これ香木なんですけど。え？これを炊くの？これ炊くとすごいいい香りが部屋中に。火つけんの？これに火つけてすぐに消すと煙が。香木だってよ。いや、昔その織田信長が欲しがった香木なら知ってますよね、うん、天皇から譲り受けた。あ、すげえ、いい香りですね。うん、香木で調べたら出てくるんですか？パロサントって調べると。パロサントね、全部覚えられてるかな俺。後で動画になるから。そうね、そうだそうだ、はい、ありがとうございます。ちょっと日記パッて開いたところだけ見ていいですか？ちょっと字がね。パッて開いてくる。1日分だけ見ていいですか？字が汚いな。いや、字は読めるから。ちょっと字写さないから。写さないです。俺が音読するから。あ、こことか。バッて開いたとこ、あ、たまたまです。1月8日、はい、うちの相方の誕生日です。あ、おめでとうございます。うん、2020年晴れ、妹が来た、デザインを依頼、ベッドが届いた、思ったより高い。ハーマンミラーに行って20万くらいの椅子2つ買った。ライブ配信7日目楽しい。あら、はい。あ、ライブ配信を、あ、そうです。 YouTube の配信を毎日連続でやってたりとか、うんうんうん、20万くらいの椅子2つ買ってるよ、りょうさんの誕生日の日に。ちょっと、え、それがあそこの？そうです、さっきの、さっきの、はい、あ、あ、
あれじゃん。そうです、さっきの。はいはい、これですね、ブレインスリープ。ブレインスリープ、はい、使ってます、ね、これ洗えるからいいんですよね。そうですね、ちょっともなかも薄い方使ってるのだね。薄い方ですね、うん、きっと。あ、ブレインスリープと雨だなだけでしたね、私知ってたの。お買い物しに行きたくなっちゃったどれが一番お気に入りでした？これポッピンアラジンと、あとポストイット、あと香木、香木パラサンド、うん、あとずっとこれも目に入ってたんだけど、これ何なの？バルミューダの空気洗浄機ですね。空気洗浄機なのこれ？バルミューダです。バルミューダね、はい、チェックしてないとこ入ってこないでしょ、こういう情報が。なんでですか、ね、ネット見てんのかな。あ、これ欲しいと思ったら買いに行くの？うん、そうですね。これは？それはただの加湿器です。あ、加湿器もあるんだ、はい、これアーモンドだけ。アーモンドでお腹空いた時につまむように。小腹ね、小腹が空いたら。こっちは？これはココナッツのフレーク。こっちは？それはグラノーラです。うらやましい、うらやましい生活、ライフスタイル。部屋を見るとやっぱ人が分かりますけど、 YouTube のところだけのがちゃんなのかなと思ってたけど、もうしっかりと全部のがちゃんだ。ベースがのがちゃんだから、ちゃんと映像として出てくるんだね、のがちゃんが。のがちゃんと今からお話しするんですけど、さっき紹介してもらったお紅茶をいただきます。あー、美味しい。美味しいです、ね、美味しい。すごいよ、香りが。バニラとかのかな、うん、結構甘い香りですよね。そうね、俺も紅茶ハマりそうだな。ちなみにこのポットもおすすめです。それいいよね、思ってたのよ、はい、これ以上のがちゃんが持ってるもの欲しいって言うとさあいつ自分がねえなみたいになっちゃうから、ね、それは言わないようにと思ってたけどそれもいいよね。それもいいんです。雑貨屋さんによく行くの？結構行きますね。ウィンドショッピング好きで、うん、割とお店いろいろ回ってみて、うん、そこで見つけたら買う。これはモンマにありました。あー、はいはい。俺行かなくなったんだよな、コロナになって。あー、それありますね、確かに。感度を維持するためにいろいろと雑貨屋さん回った方がいいですよね、うんうんうん、だそれが好きなんでしょ？すごい好きです。もともとのがちゃんもいろんなとこで喋ってるんでしょうけど、もともとデザイナーさんだったでしょ？そうです、もともとは UI デザイナーって言ってアプリとかの設計とかをするデザインがメインです。もともとはそういう学校に行ってそこに就職したの？大学を1年目で中退していて、うん、その時にデザイナーになりたいって思ってデザインの学校に入ったんですけど、またそれも1年目で中退してて、うん、でデザインの会社にインターンとして入って、うん、でそのまま社員になったって流れです。本当は学校で学びたかったんだけどその学校で学ぶよりも社会実装さっさとしちゃった方がいいやみたいな感覚になってたの？デザインの学校が私やりたかったデザインと違うってことにやってから気づいたんですよ、うん、私がやりたいのは UI とかアプリだったんで、だったら、まあ、このデザイン学校を卒業してから会社に入るよりもインターンした方が早いなと思って、うん、ジャッジ早いよね。そうですね。それ何歳の時？20ですね。19か20かな。でもその時ってなんか自分がやりたいと思ったことと違ったとしても、うんうん、なんか惰性で入学したんだからそのまま卒業まではやってから考えようって人も多いじゃない。その時はすごいそのやりたいことが明確で熱量ももう決まってたので、うん、なんかわざわざ遠回りする必要はないってその時は思ってました、ね。卒業したらしたでね、なんかまた見えてきたものが違ったかもしれないですけど。なるほど。でもまあ自分がやりたいデザインはその会社に入ってできるようになって、 そうですね、そこからもうそのままデザインでサービス設計の方をやるつもりで会社に行ったわけでしょ？そうです。それがどういう経緯でこう YouTube を？会社に行ったのが多分20歳ぐらいで、そこからインターン含めて2年ぐらいかな、うん、会社で働いて、そこからフリーランスになったんですよ、うん、デザイナーってどうしてもやっぱ人のものを作るので、うん、自分のプロダクトじゃないって感覚、どんなに熱を込めても結局は人に返してしまうもの、うん、今まで勉強してきたデザインを使って自分発信何かをやりたいなと思ったんです、うん、でその候補に起業とか、うん、で自分でサービス作ってみようかなとか、まあ、いろいろあって、そのうちの一つに YouTube っていうのが副業というか、もともとフリーランスだったので時間もあるし、うん、片手間にやってみようかなっていうので、デザインしながら YouTube 始めたのがきっかけです。
そこで YouTube 始めた時に、一番最初はどういう感覚になりました？始めたその1回目2回目とかの時に、だって今みたいな手応えは当然ないでしょ？そうですね、まずカメラの前で喋るのがすっごい難しくて、うん、挨拶だけで何十回どころじゃないぐらいと言って、あ、自分で納得いくまで撮り直すんだ。もう納得いくいかないの前にカメラに向かって喋ることができない、変じゃないですか、うん、誰かが撮って、日常にあることじゃないもんね。誰もいないカメラに向かって喋るみたいのができなくて、うん、もうそもそも撮れないみたいなのでしたね。それだけで必死、くじけなかったんだ。そこで私向いてないわとはなんなかったの？あ、確かにならなかったです。なんでかな、なんでですかね。 YouTube って今ね、誰でも発信できる世の中になったけど、はい、見てくれる人がいないと、うんうん、その発信を維持することができないじゃない、うんうん、このモチベーションとして兆しはどの辺で見えてる？最初チャレンジをいろいろやっていて、うん、イラスト20時間どのくらい上手くなるかとか、うん、スノーボードを10時間どれくらいできるようになるかっていうのをいくつかやっていた中で、腹筋7日間でどのくらい割れるかっていうのを取ったんです、うん、それが軽く当たったんですよね、うん、その時に5000人ぐらいになったのかな、うん、初めてちょっとしたバズみたいなのを経験して、でその腹筋の内容を出したら、うん、今まで見たことない、なんかこれぐらいがバズだと思ってたら本当にこんな感じになって、もう桁が違うぐらいの視聴回数、ようやく5000になったと思ったら毎日5000人増えるようになって、うん、もうそこからも順調なんだ。そうです、まあその時のバズはもう本当に一時的なものだったんですけど、あとは緩やかにという。その時に、あ、私 YouTube ちゃんとやっていこうと思うそのタイミングになったってこと？最初からなぜか絶対どっかで当たるっていう自信はなんかあって、へえ、来たなって感じでした。じゃあその時に YouTube で初めてのこう兆しを感じた腹筋7日間でどのぐらい割れるかながきっかけでしょ？そうです、きっかけ。それがきっかけだから、はい、今のその体を鍛えるとか、うん、そっち側に振り切っていったんだ。そうなんです、最初はそこに抵抗感があって、もともと筋トレを発信したかったわけじゃなくて、うん、チャレンジをいろいろ出していきたかったのに、たまたま腹筋が伸びちゃっただけなので、うん、その時は筋トレやりたいわけじゃないのになっていうふうにはすごい思ってましたね。それでも見てくれる人が野賀ちゃんのその体を鍛えていくことを求めてるから、それやってみようって思ったわけでしょ？そうです。でも自分のやりたいこととは違うわけでしょ、うん、こうどうやって整合性取ってた？やっていくうち、そもそも筋トレとかが好きになって、そこからヨガの資格を取ったりとかし始めたんです。ああ、じゃあもう一気にその流れっていうか自分の気持ちも高まる瞬間があったんだ。うん、徐々にって感じですね。やっぱやってればできるし、できるようになれば好きになるっていう、うん、そこの成功体験が大きいんだね。そうですね、それはあるかもしれない。腹筋にあんまり興味なかった女の子がやっぱ結果が出て好きになっていくこともそこの YouTube で描いてんだね。そうですね。ああ、でそこからはもうだってものすごい人数にね、気づいた、毎日見てもらって、うんうん、僕が野賀ちゃんのことを知ったのは映像クリエイターの明石岳人さんって人が、うん、僕の番組でいろんなコンテンツを紹介する田村敦のコンテンツホリックっていう番組で野賀ちゃんを紹介してもらったんですよ。本話家系のなんかそのマッスルマッスルしてる人じゃなくて本話家系の女子が体をきちんと見つめ直そうみたいなのがなんかすごい新しく感じて、可愛いし、その明石岳人さん言ってましたけど、そのもう野賀ちゃんがそのなんかペットみたいな感じで可愛く見えてくるんですよっていう、ペット元気にしてるかなみたいな感じで YouTube 見る感覚がある。そういう視点なんですね、うん、それはそういう風に見られてるっていうのは知りませんでした。みんながみんなそうじゃないだろうけど、そうそう、そういう視点をその明石さんに教わって YouTube を見る視点っていろいろあっていいんだなと思った。私のチャンネルってその結構幅広くて、男性もいるし女性もいるし若い方もいるし、結構お年の方も多くて、うん、その人の目的も別々だし、見に来てる目的も結構違かったりするのかもしれない、うん、で見終わった後の感想もそれぞれなんだよねきっと、うんうん、野賀ちゃんのを見て私も鍛えようって思う人もいるだろうけど、そうじゃない継続することってすごいよねみたいな、毎日こう続けてるからこそ身になるんだよねっていうのを俺野賀ちゃんのを見て、とにかく続けるってことが大切だなと思ったから俺ギターを始めたの。あいみょんの、そうそう、あいみょんみたいになりたいってギターを弾くのは見てもら
得なくてもいいから毎日何かをやるって決めたのがのがチャンネルがきっかけだから、それはびっくりです。そしてまあ今40日ぐらいですけど、やっぱ弾けるようになってくるんだよね。そしたらギター好きになってくるし、あ、やっぱその順番ですよね、弾けるようになると好きになる。だからなんかきっかけは何でもよくて、自分がある程度無理だって思うまでやりきるとか、そこまで行って次の展開が生まれるんだなって今話聞いててもやっぱりそうだと思って、本当にそうだと思います、私も実はずっとダイエッターで、中学かなぐらいからダイエットしてはリバウンド、ダイエットしてはリバウンドずっと繰り返してて、一回もダイエットに成功したことなくて、ジムもいろんなジム行って全部諦めてるんですよ、一度も続いたことなかったのに、 YouTube で初めて続いたのは痩せるっていう目的じゃなくて続けるっていうところにやっぱフォーカス当てたからだなと思って、7日間チャレンジも、その後に30日チャレンジもやってるんですけど、ゴールはバルコトとか痩せることじゃなくて、でとにかく7日間続けた。でもなんかね、 YouTube との向き合い方がさっきの日記もそうだけど、日記って自分だけじゃない、はい、誰かに見せるもんじゃないけど、だから俺なかなか日記は自分で続けられないんだけど、誰かが少なくとも1人か2人でも俺がギターの練習するのを待っててくれる人がいると思ったら練習しなきゃってやっぱ思うもんね、それは間違いなくあります。だからその YouTube の使い方として継続する様を見せるっていうのがなんかすごく俺はのがちゃんに教わったこと、だからのがちゃんと話してみたいと思って、嬉しいです、それは知らなかったので。次なる野望みたいなのがのがちゃんにはきっと出てくるんだろうなと思うんですけど、今はあんまりまだないですね。あ、そうなの、はい、満たされてしまって今そうなんですけど、元々のデザインの方に行くっていうのはないですか？デザインはやっぱりやりたいなって思って、また最近ちょっと個人で制作はしてるんですけど、そういう活動をまた緩く始めたりはしています。一つもう基盤ができたから、次は本当にやりたかったデザインとかもっと振り切ってやるのかなと思ってたんだけど、これを絶対にやりたいっていうのはまだ見つけられてないので、ちょいちょいといろいろ手を出しながら何やろうかなって考えたりはしています。全部続けていきたいです、欲張りですけどいやいや、全然いろいろやった方がいいと思うね。なんか俺は一つの道を極めないとダメだみたいな風潮がすごい嫌で、いろんなことやればいいじゃんと思うんですよ。俺ギター弾きたいと思ったらギター弾くし、キャンピングカーが欲しいと思ったらキャンピングカー勉強するし、でそんなことやってるとお前何がしたいんだよってすごい言われるの。だけど、いや俺やりたいことこんなに自分に素直に忠実に向き合ってるのに、他人から見るとお前何がやりたいんだよって思われるんだなっていうのがすごい不思議で、でも人の声ばっかり気にしてたら自分がやりたいことやれなくなるから、もうとにかく負の声はちょっととりあえず置いといて、やりたいことはやる、会いたい人に会おう、のがちゃんに会いたい、話してくれるかな、スタッフさんに聞いたらなんか会ってくれるって言うから、そもそもなんで会ってもいいと思ったの、そのずっとコラボやってなかったの。ですかね、でも私って本当は全然テレビ見ないんですけど、それでもやっぱロンドンハーツとかは見ることもあったりとか、一番この言えば大スターじゃないですか、全然大スターじゃないのコラボしてくれたのって言われてしまうとか、言われるのがなんかむしろコラボしてくれるんですかっていう、そうなの、そんなかじゃあ俺自己診断に誤りがあるよねいやそれだってえ、のがちゃんがやってる、のがちゃんが俺と話してくれんのって言ったもんね。そんなそんなって感じですよ、もう大スターじゃないですか。これがね、大スターだったらもっと葉山とかで優雅に過ごしてるんですよまあ大スターにそんな憧れもないけど、とにかくやりたいことをやる、話したい人と話すっていうことはやれてるかなと、俺が今日影響を与えてよりも俺のがちゃんに影響を与えてもらったことの方が多いからね。俺だってあのティッシュのやつ今このカメラスタンバイしてる間にもう注文したからね行動が早すぎ、行動が早いのがこの後のがちゃん家出たらいっぱい買い物しに行くプライベートはどうなんですか、はい、何をしてる時が楽しいですか、してる時、ウィンドウショッピングも楽しいって言ってたけど、ボドゲとかも好きだし、本はやっぱり好きで、書くのはすごく好きなんですよ、何かまとめたりとか書いたりとか本読んだりとか、あとはやっぱ YouTube のことを考えてる時間が長かったり、オンラインサロンやってるので、最近はそのオンラインサロンのことをすごい考えてたりとか、すごいね、なんか全部つながるよね仕事に。やっぱ好きなことをしようと思うと、その結果やってることが YouTube の
周りのこととか、うん、自然になっちゃうって感じですね。まあ、たまに旅行行ったりとか、うん、友達と遊びに出かけることももちろんあるんですけど。友達とかって何つってんの、その野賀ちゃんのずっとそばにいた友達は、うん、やりたいことがこうどん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 変わって、しかもこう結果出していく野賀ちゃんをどういうふうに見てるの。ああ、まあそうなんだねみたいな、またかみたいな感じだと思います。友達はその YouTube で成功していることとかをどういうふうに評価しているとかって話したりしない？あんまりしないですね。昔の友達とはもう付き合いも変わらずそのままの友達なので、うん、たまにちょっとその有名になって街で声かけられるとかそういうこと聞かれることはあるけど、うん、それ以外はたわいもない話をして、たわいもないことをしてって感じです。昔からの学生時代の友達の方が多い？そうですね、うん、新たに友達作りみたいなのはしたいんです。なんかあまりできないですね。まあそうね、友達ってそう簡単にはできないけど、うん、でもいろんなところに顔を出すでしょ。仕事の幅も広がって。どうやったらその友達って作れるんですかね。なんか私その友達作るのあんまり上手じゃないんですよね。そうなの。多分俺はね、もうすっごい軽い友達めちゃめちゃ作っちゃうから、その代わり親友はなかなかできないけど、うん、友達っていう言葉の意味合いが相当薄いんだと思う。だからその友達がなんかで困っててもそんなに助けに行かないと思うんだよね。本当に困ってたら助けに行くけど、ちょっと困ってるぐらいだとほっとけるぐらいのなんか軽い気持ちで友達バンバン作っちゃうタイプで、その時に刺激がある人がずっとなんか友達を継続していくみたいな。お互いにそうじゃない。俺と会っても向こうがあんまり刺激がなかったら向こうの連絡はなくなっていくから、最初の入り口はもうとにかく友達になってくださいっていうのは極力言うようにしてる。やっぱ言うんですね、うん、言うんだ。なるほど、それがないからかもしれない。 YouTuber の友達とかもいないんだ。ちょっと言うんですけど、そんなにたくさんはいないです。どうやったら友達できるんだろうって。今日俺初めてじゃない、はい、でもこんだけコミュニケーション取れるってことは、うん、話すのは苦手じゃないんだなと思ったんだ。本当です。でもよくその壁があるとか、うん、言われるんですよね。でも人に言うのが、俺が人の壁があまり見えないからね。だってズカズカ入っていくでしょ。だってズカズカ入ってきたって言うよ、物理的に。うん、異業種交流会俺すごい好きなの。自分とは違う職種の人に会うのが好きで、今度野賀ちゃんが俺が会えなさそうな人を連れてきて、で俺も野賀ちゃんが普段会えなさそうな人を連れてくるよみたいな、そういうご飯会が好きなの。それいいですね。そしたらもうみんなが、あ、なんかそんな仕事してんですかとかつって、どん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 刺激し合えるから、友達同士でまた呼んでみたいな。そうそうそう、そこで出会った人がなんか授業を始めたりとかするのが楽しくて、うんうん、あの紹介であってあそこでつながって今一緒にロケット飛ばしてんだとかっていうのがあると、なんか聞いてるとワクワクするしね。両方知り合いだからなおさら嬉しいですね。うん、野賀ちゃんの今パッと浮かんだ、あつしさんこんな人会えないでしょっていう人誰ですか。こんな人会えないでしょ。その、うん、有名無名とかじゃなくて、この職種の人、俺めちゃめちゃそのカードあんの。全然思い浮かばないな。俺は野賀ちゃんと会話が弾むか弾まないか全然想像つかないけど、うん、京都の清水寺の住職確かに源さんって人を俺連れてきて、源さんと野賀ちゃんどんな話するのかなってめちゃめちゃ興味ある、うん、誰でもいいから俺が会えなさそうな人今度連れてきてほしい。え、呼んでいただけるんですか。うん、だからそのなんかそういう異業種交流会、うん、これをきっかけに野賀ちゃんが話してくれるのが俺はまず嬉しかったから、友達になってくれると嬉しい。あ、ありがとうございます。で、野賀ちゃんがなんか困ってることあったら、ちょっとアツシさんこれ協力してくんないやつら、あの声かけて、その声をかけるリストの中の一人に入れてほしいなと思います。なるほど。うん、あと、せっかくなんでこう体鍛えるやつを俺が毎日続けられそうなレッスンをちょっとしてほしいなと思います。やりましょう。いいですか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では野賀ちゃんにいろいろと教わりたいと思いますけど、教わったら俺毎日やりたいんですよ。でお腹周りがちょっと気になり始めちゃって見て見ぬふりしてきたんですけども、さすがにスタイルいいじゃないですか。いえ、お腹すごいんですよ見えないところで。パパ赤ちゃんいるのって言われるから金曜じゃあやりましょう。はい、じゃあまずはプランクの姿勢から入っていきます。プランクっていうのは板っていう意味なんですけど、頭の先からかかとまでが一直線になるようにこうです。足は腰幅ぐらい左で大丈夫で、そうですね、ここはグッと力入れて
すごい姿勢綺麗です。これが基本のプランクの姿勢です、うん、で今日やるのはこの状態で左右こうに。おー、あ、そうですね。あ、なるほど。これが1個目です、うん、はい、今度は仰向けになります。仰向けになったら、で下に向けて足を、腰をこうやって持ち上げます。そうです。で下ろして上げる。これ腹直筋です。はい、これが1個目です。なるほど。はい、今度は寝たままタッチ。あ、そうです、そうです。タッチ。はい。タッチ。ああ。これすぐできると思ってたけど、やるとしんどいんだな。しんどいですね。うん、これは最初私本当に心が折れそうだったんですけど、だんだんできるようになって。できるようになってきたんだ。で、次です。足を回していきます。本当に腰が浮かないようにしっかりマットを押し付けながら。うん、お尻ちゃう場合は、くるくね、膝曲げたりとか、手をお尻の下に当てても大丈夫です。あー、下ろすとつらいな。はいはいはい。はい、次です。はい、次は、ニープルチェストという動きで、こうです。伸ばした足を上げて、膝と胸を引きつけて、はい、感じ感じ。そうです。すごいよ。下の腹にすっごい効いてる。下腹です。はい、いよいよ次ラストは肘後ろについて、ここで足上げてキープです。ここでキープ、呼吸は止めずに一番ね、あのくるくるする位置まで足を下げてキープします。どこだ、ここだ。これを20秒ずつ連続で、切り替えは時間ないので、こう結構スピーディーに切り替えて、20秒ずつで6種目で2分間です。2分でいいの？2分でいい。ちゃってるんですよね。何かのルーティーン作った方がいいよね。何かの後とか、うん、そう、お風呂に入る前に娘に頑張れって2分だったら言ってくれるはず。のがちゃんのあの
頑張ってとかっていう声別撮りで欲しいよね。それだけですか。うん、時々その野賀ちゃんがもう少し頑張って、まあこれ言ってくれてるけどね。素晴らしいです。よく頑張りました本当に。いやなるほど。ちょっと次お会いする時までに、あれ淳さんなんかちゃんとやってますねって言われる体に頑張ってください。本当に部屋も見せてくれて、トークもして、しかもねこのトレーニングも稽古つけてくれてありがとうございます。ありがとうございます。またぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。